URL の取り付けについてご紹介します。 URL を上枠に固定します。ソフトクローズ用のトリガーは仮固定済みのものと現場取り付けのものがあります。仮固定済みのトリガーを完全に固定します。現場取り付け用の固定ネジは URL に同梱されています。トリガーの取り付け向きはレールに表示しています。方向を間違えないようにして取り付けジグにセットします。現場取り付けのトリガーを取り付けジグでレールに仮固定します。現場取り付けのトリガーをネジで固定します。固定後、固定ジグを取り外します。2件両開き、2件4枚引き違いの時は URL にストッパーを取り付けます。